ここでは危険負担とと契約不適合責任についいいいてて理解したただきたいと思いますまずは危険負担について危険負担とは建物の売買契約が成立した後その引き渡し前に地震や火事など双方に過失がない原因で建物が壊れたりなくなったりした場合どちらの当事者がその損害を負担するのかという問題です。 ここれれはは売主主負担ととされていいますので、買主は代金を払うなぜなら確かに売買契約を行った時点で家の所有権は飼い主になっているとも考えられますがまだ一度も住んだことがない家が燃えてその代金を支払わされるのは一般的な感覚では納得しにくいからです。 次は契約不適合責任についてイメージとしては雨漏りやシロアリや立てつけの不具合などがあった時の話でもし売買の目的物である不動産が契約に適合しない場合には売り主の過失の有無にかかわらず飼い主は修繕や代替物の提供などを請求することができます。そして売り主がこれにに応じない場合には 代金の減額請求や契約の解除ができてさらに売り主に過失がある場合には損害賠償請求もできますただしこの権利は契約に適合しないことを知った時から1年以内に売り主に通知しなければ請求できなくなってしまいますですから例えば建物を購入して 4年後に契約に適合しない箇所を発見した場合原則としてそこから1年間つまり引き渡しから5年後までの間に通知を行う必要があるということですちなみに権利の行使は必ずしも1年以内に行う必要はなくて契約の不適合を知った時から5年以内に行使すればいいこととされていますが引き渡しから10年が経過すると やはり行使できなくなってしまいますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました